斜然紫は、ヨーロッパ西部及び南部、北、アフリカ、アジア南西部原産の斜然紫属植物の一種で、ある。また、オーストラリア、南アフリカ、アメリカ合衆国にも入っており、侵入雑草となっている。慶養部には高濃度のピロリジジンアルカロイドが、含まれるため、特に馬のような単純な消化系を持つ放牧家畜に、とって有毒である。 この毒素は肝臓に蓄積し、摂取しすぎる年に至る。斜前紫は、冬型一年生植物であり、高さ20から60センチメートルに成長する。葉は14センチメートルまで、長くなり、荒く、毛に覆われており、皮張り形である。花は紫色で、長さ15、20ミリメートル、すべてのおしべは突き出ており、枝分かれの先端に生じる。南オーストラリアでは、 サルベーションジェーンとしても知られている。斜前紫はオーストラリアにおいて新入種となっており、パターソン、エスカーズ、パターソン、エスカーズ、サルベーションジェーンとしても知られている。また、ブルーウィード、レディー、キャンベルウィード、リボリーナブルーベルとも呼ばれる。アメリカ合衆国では、本種はカリフォルニア州、オレゴン州、一部の東部の州で帰化している。 オレゴン州では、有害雑草に指定されている。斜前紫の種子は、アメリカ国立保管大体医療センターからの助成金で行われた研究において、トリグリセリドを低下させることが明らかとなった。ウェイクフォレスト大学及び、ハーバード植物油脂センターの研究者らは、マウスに斜前紫油を含む餌を与え、魚の油と同様に血中及び、 肝臓の中性脂肪の量を低下させる効果があることを明らかにした。斜前紫油は高レベルのアルファリノレン酸、ガンマリノレン酸、ステアリドン酸を含んでおり、化粧品並びにスキンケアへの応用において価値があり、さらに、魚油の代替品として機能性食品としての可能性がある。斜前紫はピロリジジンアルカロイドを含んでおり、有毒である。多量に摂取すると、 家畜の体重減少や死亡の原因となる。また、馬の死亡や乳牛の乳房お及び人の皮膚に炎症を引き起こす。2003年のキャンベラ森林火災以後、40頭を超える馬がこの雑草を摂取して死亡したと記録されている。ピロリジジンアルカロイドは、斜前紫の蜜にも含まれるため、車前紫由来の蜂蜜は、 人の食物連鎖に毒素が高濃度で含まれないようにするため他の蜂蜜と混ぜ合わせなければならない。車前紫の蜂蜜スプーン一杯中のこのアルカロイドの量は一般的に EU が推奨する一週間での最大許容摂取量を超えている。ありがとうございます。